こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はスペシャルボス戦来たんでやっていこうかなと思います。メリオダスでやっていきたいと思います。マメリじゃないな、なんだったっけ。まあメリオダスやねまあこれでちょっとやっていこうと思います。ね、初見ですけどどうなんだろうね。投球14万、なんでまあ難しくないんじゃない。余裕でいけんのかな、どうなんだろうね。あ、なんかあれだね、いけるね。でフルカウンター、あー、なんかいけそう。フルカウンター、余裕な感じがします。フルカウンター、まあメリオダスいるんでもうこれぶっぱしとけばいけんじゃねえのまだ隠してやる。噛みちぎりやっていく、やっていく。余裕ですね。硬化するけど、まあそんなの関係なくぶっ破すればまあ倒せるでしょうと、まあ、という感じで、なんかそんなに難しい、難しくないですね。メリオダスが強いからね。まあちょっとこれだと面白くないなで1日5回できるのか、ちょっと他のっていうか違うメンツでやってみようかな。というかメリオダス1体でやってみるかね。ちょっとメリオダス1体でやってみたいと思います。さすがにちょっとねフルパだと簡単すぎるんで、メリオダス1体でね、まあメリオダス1体でも強いんでまあやれるかなと思ってます。投球5万5000、よし、やっていきたいと思います。というか逆にこっちの方がやりやすいんじゃないか説、1人の方がやれるんじゃねえか。で相手先制取ってきて、でこっちのステータスが増加していきますと。でまあここは札回しても必殺ためちゃいいの、必殺ワンチャンさ、必殺一撃でいけんじゃねえか説。封印入るけど必殺溜まってるんで関係なし。で必殺ねじ込んでいきたいと思います。朝メリの必殺で一撃いや楽勝ですね。いいね、朝メリで。ちょっとここはもうあれだね、このスペシャルボス戦は朝メリでもう確定ですね朝メリ一体でもう余裕ですね。やっていきます。まあ5回あるんで5回やっていきたいと思いますと。余裕だな。で必殺ためて必殺で GG と。いいね、一気に朝めり。もう1回必殺入れて4回目もクリアと。で5回目ここは紙切りで全員倒していきのでクリアと。楽な仕事朝メリぶっぱすればスペシャルボス戦は余裕でクリアですね。
で、5回クリアしたんで、報酬もらいます。今回の報酬はマーリンですね。で、イベント交換はブルーエンジェル。これね、前回も出てたんですけど、今回僕前回ゲットできてなかったので、今回ようやくゲットとっていう感じですね。報酬もまあ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 、まあ、いつも通りの報酬、イベント報酬って感じかな。はいはい。まあ別に新しいのは特にここにはないですね。進化の首飾りもまあ全部もらえるだけもらっちゃいましょう。エクスカリバーサーゲットしたんで、まあそれの進化素材ということでゲットしていきたいと思います。進化させたいんでね、進化素材をちょっととりあえず全部フルポイントというか、ポイントがなくなるまで交換していきたいと思いますと。で、ちょっとスキン見てみましょうか。で、ブルーエンジェルね。ブルーエンジェルゲッツ。いいコスチュームですね。素晴らしい。はい。で、あとマーリンか。マーリンのスキンで、なんだっけ、武器。これなんや、巻物。クリティカル確率 1%、 クリティカルダメージ 3%。 まあなんか、っていう感じですね。はい、という感じでですね、スペシャルボス戦5回、朝メリでやってみましたという感じで、今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。